中川美代氏は、鳥取県鳥取市出身のプロ野球選手である。旧制鳥取第一中学校で、夏の甲子園に2回出場。1937年に、旧制関西大学へ進学するが、同年8月に3ヶ月で中退して、イーグルスに入団。父親を亡くしていたため、職業野球で稼ぐ、必要性があったためと伝えられる。一投手を兼任し、 1938年秋のシーズンには防御率1.98でリーグ3位、1939年には打率282でリーグ8位を記録するなど層の薄いチームにあって投打の中心として活躍。内野手から送球を受ける際、地面につくほど両足を前後に大きく広げ、どんな球にも吸いつくように補給する完璧な一塁の守備はタコ足。 タコの中川と呼ばれ、それを見るために球場に足を運ぶファンが多かったと言われている。投手としては1941年6月22日の対名古屋軍戦で石原茂造との系統ノーヒットノーランを記録したこともあるが、この年のシーズンを最後に王将。1944年にルソン島沖で戦死した。1986年に野球殿堂入り。 東京ドーム敷地内にある鎮魂の石踏みに彼の名前が刻まれている。内野手がゴロを取るとスタンドから悪送球しろというヤジが飛びまさしく送球されるとブーイングが起こったほど一類守備の技量に優れた名手だった。当時のグローブは厚い手袋のような形が一般的であったが玉が収まりやすいようにミットの親指と 人差し指の間を猛状に加工しており、その流れは現在のファーストミットに受け継がれている。パシフィックリーグ広報部長を務めた伊藤和は小学生時代に憧れたプロ野球選手として中川の名を出している。メジャーリーグ通りとして知られたい藤は生前に後年、大リーグのうまい一類手をかなり目にしたが、中川の方がずっとうまかった。 今でも思っていると述べている。ショートバウンド補給では、内足からの送球に対し、右手のファーストミットを、バーンと地べたに叩きつける。送球を効率したかのような振りをして、後ろを向く。ところが球はしっかりと網に引っかかるというような、ゲートをも見せていた。ある試合で、失策を記録したが、その理由が、ファーストミットがスパイクの金具に引っかかったためという。 常識では考えにくいような逸話も残されている。なお、守備に目を奪われがちであるが、打撃もしぶとく、試合ではもっぱら小判を打つことが多かったという。学生時代から、左投げ左打ち。資料としては残っていないが、米粉中の沢ンエース、清水秀夫攻略のため、右打席にも立ったことがあると言われ、スイッチヒッターの草分けだったと推測される。ありがとうございます。